イギリス日刊誌タイムズは2月8日、200人ものイギリスの研究者が学術交流を通じて特定の軍事技術を中共に流し、中共の大量破壊兵器の製造を支援していたと報じました。この件についてイギリス政府は調査を進めていますが、もし事実だった場合、最高で10年の実刑判決が下されます。イギリス日刊誌タイムズは2月8日、 少なくともイギリスの12カ所の大学の研究者200人が航空機やミサイルの設計、サイバー攻撃兵器をはじめとする先進軍事科学技術の研究成果を中共が取得する手助けをした可能性があると報じました。イギリス司法機関はこれらの研究者に召喚状を出す準備を進めており、2008年輸出管理法への違反が認められた場合、 最高で10年の実刑判決が下される可能性がありますこの法律には高度に敏感な知的財産の敵国への提供を禁止すると定められていますイギリス政府はこの件に関係する大学名を公表していませんがデイリーメールはイギリスで最も権威あるとされる大学が軒並み調査リストに挙げられていると報じています関連の調査は外務省秘密情報部の反情報活動専門家が行っています イギリスのシンクタンクシビタスは先日発表した報告書の中でイギリスの大学20カ所が中国の29の大学及び中国企業9社との交流協議に署名しており、これらの中国の大学と企業の背後にはすべて中共軍が存在していると記しています。イギリス保安局はイギリスの先進的軍事研究の成果が中共に漏えいした可能性がある上、 反体制派やウイグル人などの社会的少数派の鎮圧を目的とした、中共当局による大量破壊兵器の研究開発を支援している可能性があると憂慮しています。台湾政治大学国家発展研究所教授の李雄丹氏は、中共による国内鎮圧政策と対外拡大戦略がイギリスを覚醒させたと述べています。 啊，或者有人担任间谍，被逮捕、被审判，都是中共集权专制扩张之下必然的做法。他们涉及跟中共军事有关的交流，这个危害英国、危害全世界，甚至也也危害中国大陆内部自己的，不管新疆，或者是这个西藏，或者蒙古，或者是异议人士。 イギリス在住の中国人研究者、李慶華氏は、イギリスの様々な分野で、中共の浸透が非常に深刻化しているが、イギリスが現在進めている研究者らに対する調査は、冷静な行動だと述べています。以前は、都、没有人去做、但是最近、这两年、越来越多的人都、都、警醒了吧。

近日、イギリス BBC 放送が、新疆の強制収容所で、女性が性的暴行を受けたことを報じたほか、イギリス規制当局が、中共メディアの CGTN の営業許可証を取り消しました。 イギリスの著名な中国問題専門家で、イギリス王立国際問題研究所の副研究員であるビル・ヘイトン氏は、ラジオフリーアジアの取材に対し、中共の黄金時代はすでに終わったと述べ、中共がイギリスに対し、経済や貿易面で報復する可能性はあるが、中共は対イギリス貿易黒字を享受しているため、 打撃をこむるのはイギリスではないと指摘しています。イギリス政府のデータによると、2019年の英中貿易で中共の対イギリス貿易黒字額は183億ポンド、約2兆6千億円に達し、中国側がイギリスに経済制裁を実行した場合、より打撃をこむるのは中共だと明らかになっています。李勇丹氏は、ヨーロッパ全体はアメリカのトランプ大統領が、 過去4年間で講じた方法を学習し、中共に対する包囲と攻撃を連携して行うべきだと述べています。不能太害怕、中国の易保護。因为、中共一大全世界が西西方に対して、一重。那么、希望、各个自由民主国家の领袖、学者、大家、好意、好好意、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 好

リ・ケイカ氏は、将来的にヨーロッパのその他の国も、これに倣い少しずつ広まっていくだろうが、現時点でイギリスまで広がっているため、この動きはヨーロッパ大陸全体を席巻するだろうと述べています。NTD ジャパンがお伝えしました。